おい、言ったろおい、何てめえらだけで楽しんでんだよおい。俺らのこと忘れんじゃねえよ、クソったれ。不快だね。ベルトは絶対に取り返す。 3K で沈めてやるよ。おい、俺たちはプロレスラーなんだよな。負けたらムカつくし、取られたもんは取り返してよ。あいつらだけの戦いを見ててね、遠慮なんかしてられるかと、今の俺たち。SNS で煽ってきても、煽り返そうかなとも思ったけど、こうやって行動に移した方がいいでしょ。俺たちが必ず奪い返した。見とけ。何の用で来た？おめえたちベルトが欲しいのか？目の前に落ちてたこれに触れもしねえでタイトルマッチやらせろ。ふざけんなよ。何しに来た？俺たちが楽しくやってんの水差しに来たのか？やる気がねえんだったらよ、口だけだったら、格好だけだったら来んなよ。邪魔だ。何なんだ。いいよ、試合に入ってね、そんなことあるだろうよ。これだけ人数がいるんだ。これだけ人数がいて出てる選手はそれだけの選手ってことなんだ。逆に言ったらよ、てめえら角からあぶれてんだよ。どういうことだ。その器じゃねえってことだよ。順番待ってるらチャンスが来ると思ってるんだったらよ、そんなもんお前らに一生来ねえよ。勢いだけ、若さだけ、それでタイトルマッチ？勢いもね、若さしかねえ。そんなもんヤングライオンだって一緒なんだよ。お前らヤングライオン以下だ。メキシコだけじゃねえ、アメリカだけじゃねえ。お前らブラジルでもプエルトリコでもどこでもいいよ。プロレスがあるかどうかは知らねえような辺境の地行ってこい。何にも感じねえよおめえらにはよ。最後上がってきて喧嘩すりゃやれると思うなよ。3K は何て言っていましたか、教えていただけますか。俺らのこと忘れるんじゃねえ。あのベルトは絶対に取り返す。なんだ、またクソつまんないコメントか。さすがロッキーロメロのペットだな。なんてつまらないコメントなんだろう。それでさ、全ての人間が満足すると思いますか。そんなクソつまらないコメントをしに来たんだったら、僕たちの邪魔をしないでください。これは心の底からのコメントですよ。楽しませてくれるなら別だけど。早くさ、ロッキーロメロのペットなんてやめた方がいいんじゃないの。ねえ、お前ら本当に連携取り合ってるの？何にも面白くない。プロレス界の王様は随分ご機嫌斜めなようだね。まあ彼は分かってるんじゃないの。今日ニュージャパンカップ優勝者にあなたのベルト、あなたの名前は指名されないってこと。まあインターコンチネンタル王座の価値、まあなたの言う宝の価値は所詮そんなもんだよ。まあとはいえ彼の視線はもう完全に俺に向いてるわけでしょ。俺とやりたくてしょうがないんでしょ。俺に絡みたくてしょうがないんでしょ。まあわかるよ、わかるけどさ、俺の答えも皆様わかってるでしょ。そう、あれだよ。じゃあ次は25日日曜日 LA でお会いしましょう。アスタドミンゴ、アディオス。